雪雪こんこん、雪雪こんにちは、こんばんは。ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版ウィッチャー3ワイルドハント、強くてニューゲームデスマッチモード、実況動画続きをやっていこうと思います。ノビグラドでCの行方を探しています。昔なじみの友達のトリスの家を訪ねに行きました。するとそこにトリスはいなくて、トリスは、物乞いのノビグラドのなんだろう、ギルドかな、物乞いたちのギルドみたいな存在のある腐った果樹園というところに物乞いたちが集まったり、あと魔術師、魔法使いが集まるところ、そこにトリスはいました。でそのトリスから仕事を、いろんなお仕事があって、それを手伝ったら、ここにシリの行方を知ってる夢見魔術師がこの家にいるとのことでやってきました。しかしその夢見魔術師は悪夢にうなされています。その原因は何かなと探してるうちに、あのジョニー、なんか子供みたいな可愛い声で怖い顔をした種族の女の子かな、サラっていう名前なので、その子が現れました。話を聞いてみたいと思います。運がいいな、俺には君が無害なゴドリングだとわかる。だがそう思わない人もいる。なぜゴドリングだってわかるの、どうして、ねえねえ、なんでわかるかって、ジョニーに似てるからです。君はゴドリングだ。お前は夢見術師に悪夢を見せ、目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる。誰も苦しめてない。この子が悪夢を見せてるの。大きな面取りに追いかけられる夢とかね、真っ赤なトサカで。どうして幽霊屋敷。よく見るとすごい教えてあげる。水色で大きな目をしています。すごい綺麗。疲れてないの。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。銀行の偉い人がその後にここを買った。銀行家は嫌い、一緒に住むのはもっと嫌い、だから脅かしたの。銀行家は心底怖がったぞ。いいか、彼はこの家に大金を払ったし、簡単には手放さない。別の家を見つけるんだ。いやよ、いや、お断り。この子はこのお家がすごい気に入ったよね。何か取引できるかな。ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。取引？どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという、それを解く手段もないとな。本当に？彼が信じなかったらどうするの？俺はウィッチャーだ。奴は信じる。信じさせることはできます。そうしてくれれば操り魔法を心得てますので。すごく親切なのね。めったに言われないが、ありがとう。じゃあ、お寝坊さんを起こしてきて。止めないわ、起きるはずよ。いい日ね。これで悪夢をかける魔法が解けます。恐ろしい子です。悪夢を見せるなんて、あ、もう解けている。早い。おはようございます。あなたは？わあ、すごく綺麗な人です。ひどい悪夢。
この家の過去を夢で見るはずだったのに、代わりに見たのは神。ああ、呪われてるから。そっかそっか、除霊でしょうけど。みたいな。夢の中では原因を止めに来た。依頼された魔術師さんだったのかな。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。ウィッチャー流で対処したんだ。ありがとう。本当にひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘を探している。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て。部屋を借りてるの。わかった。そこで。お、こんなところでずっと悪夢を見せられるなんて苦しすぎます。解放されてよかったね。もう一つ問題が。家主さんと話をつけないと。コリンヌが出てきたが話してくれなかった。問題は解決したのか、それとも逆か。この家呪われてます。両方だ。悪魔がコリンヌに取り付いていた。彼女は解放したが家はまだ取り付かれてる。コリンヌはこの家の過去を見たのか。ああ、かなりおぞましいものだったようだが、話すのを拒んだ。とても人が住める場所じゃ。過去を見ようとしたら悪夢にうなされちゃいましたからね。はい、金ならいくらでもあるからな。その2本目の件は予備なのかな。なる。この家にお金を、大金を払っても痛くも痒くもないそうです。のゴドリングの子に家を買ってあげたということにしておきましょう。ここだったかな。ここに夢見魔術師さんはお家を、あ、お宿取ってるそうです。見ろよ、ミスター腰抜けの登場だ。ここかな。お邪魔します。うわ、なんか煙が。話しかけます。そんな高齢術は見たことがない。もちろん参加したこともな。私が導くわ。まずはある種の精神的調和に至る必要がある。いくつか質問するから、それに答えて正直に心から答えることが重要よ。うん、ではお願いします。始めよう。まずはその女性についての思い出を話して。なぜだ。言う通りにして。最も強く最も完全な記憶が必要なの。シリ、女性の名はシリだ。ゲラルトが死んだ。命を救った。夢を見たとき、ケアモルフェンで訓練をしていました。若い娘をどう扱うべきか分からず、男と同じように扱うことにして、ケアモルフェンへ連れて行った。体を鍛え、剣を学ばせ、体力をつけさせれば困ることはないと思った。シリが崩れかけた壁の上に立ってたのを覚えてる。シリは足を滑らせ、
ギリギリで受け止めたんだ。だが最も強烈な思い出は、ある日ドレスを着て部屋から出てきた彼女だ。気が乗らないと言いながら、シリは大人になりつつあった。もう子供じゃないと悟った時、呆然とした。そう、他に話したいことはある？もう大丈夫かな。いや、進めてくれ。言ってたわね、その女性には力があったと。聞かせて。あ、シリの力。古き血脈の末裔？彼女は古き血脈の末裔だ。血塗られたファルカの子孫？火炙りにされた反逆者の？予言では火をつけた者の血脈に世界の破滅者が生まれると。ただの神話だ。神話が予言へと変化するときを知ってる？信じる者を得たとき。あなたがあまり話をしたがらないのを頷けるわね。わかったわ。他には何かある？ああ、もう一つある。もう一つ。続けてくれないか。くつろいで、力を抜いて。これで私の手を取り、シリに語りかけて。彼女がいそうな場所、そばにいそうな人物を教えて。そうだな、シリが俺を見つけられなかったなら別の友人を頼るはずだ。それは誰？トリスは、トリスとイエネファーはシリとつい最近会ってなかったようで、ダンディリオンかなと。ダンディリオンかもしれん。二人は仲が良かった。あ、湯気が。ん？編み物を始めたです。ディリオンが。かわいい鳥さんが。あれ、消えた。した。最初はツバメの夢だった。それから悪夢に変わった。時に夢は増幅する。過去と同様に未来を見せる。ツバメはシリを意味してる。ダンディリオンを訪ねたようだが、あいつが町にいたとはな。聞き覚えがあるわ。誰かが遺言で彼にローズマリー&タイムを残したとか。え、ローズマリー&タイム？何ですかそれは。ローズマリー&タイム、どこにある？町に入って歓楽街を進むと橋に突き当たる。ローズマリーはそのすぐ先よ。女郎屋を相続したのは。そう聞いたわ。え？ああ。助かったよ。幸運を祈るわ。シリが見つかるといいわね。ローズ&タイム。今は潰れた。大人のお店屋さんかな。今はやってないです。そこを確か買い取ったんだったかな。根城にしてたはず。